カズキンの時のような、あの右のストレートですね。そうですね。高木ミルセイトスです。カエル咲きを狙うエデル・ジョフレ、右のアッパーが効きましたね。はい、まずワンツー、アッパーが恐れ十分ありますね。はい、右フック怖いですね。捉えました。まずわずかに挑戦者優勢のうちに、あまり正確にジョフレを捉えてはおりません。スルスルと長い左右の手が伸びまして、激しい打ち合いです。原田の右が当たりました。ロープに詰まった。原田ラッシュ、使い方は足りませんからね、はい、ジョフレもしかしよく手数が出て動いています。それから肌が出てくるところを狙ったように、右のストレート、左アッパー怖いですね。左アッパーが鋭く原田の顎を突き上げました。今度は右ストレート、ジョフレ思いと反射神経というものは、原田ラッシュ、さてこのラッシュ危ないですね、はい、左ジャブですが、ね、ちょっと風が足りない。左右に左右にサイドステップはもうタオルを脱げるような場面もあるかもしれませんね。編みました。また見、おっと今のスピードはこれが怖いです。うまくないですね。うまくないですね。ちょうどそのアッパー側に追い詰めて懸命なラッシュというのが原田の心情。また追い詰めました。なんか小さくなったような。ジョフレも中央に戻りました。原田中央のラッシュ、両手をぴったりと体につけました。上です。トップに詰まりました。ジョフレ、原田のラッシュ、原田ラッシュ、ジョフレも必死にインサイドから打ち返します。いや左で今日鋭さがまた来ましたですね。はい、右ちょっと右肌が真っ赤ですね。その筋を糸を引いたように、なってるやつですね。そうですね。後半聞いていきましょうね。そう、巧みなストレートカウンターを受けまして苦戦いたしました。原田でやります。原田が今度は完全に頭をつけて左に投げます。ノックアウトで飾ったというか、徹底的な打たないですかね。セコンドのミスターがラッシュしました。ジョフに打ち返します。ジョフに打ち返します。ただしそれで、はい、あ、左、これが強力です、ジョフレの左目が赤くなっています。さあジョフレ反撃、しかしこうやって見ますと深いところです。ジョフレ7ラウンドあたりからちょっと反撃の手間を見せてまいりました。ジョフレ、さあこの辺が苦しいところですね。しかし原田、やはり原田の方が内側から打っておりますので、ボディを狙いました。右、しかし、腕の外側です。ロープに詰めました。今のストレートはいいですね。はい、原田第1ラウンドからこの第8ラウンドどう語りました。原田、左を伸ばして原田との距離を測るようなジェスチャーのジョフレ、あ、右のボディブロー、ストレート、プロラウンドですね。ああ、勢い余って服は空振り。ジョフレがロープを背負って、組み合いやりませんね。やりませんね。ああ、対戦が入れ替わりましたが、原田今度はすぐ入れ替えました。これが一たび姿勢に年齢的な衰えという声がまた上がってまいりました。その攻撃避難鋭く原田の顔面を取った。第9ラウンドに原田にリードされました。ジョフレが反撃ですが、原田左のジャブ、はい、やりましたね。手術はしたそうですけど、どうも鼻が詰まるということで、あ、まあ、練習をしていても今もそのマウスピースを止めた。あっついやっぱにやっぱ原田のアッパーです。綺麗に入りました。ちょっと原田の足を踏んであるだけで、そうですね、いろいろな見方で前半、まあ、7ラウンド8ラウンドあたりに原田の1回そのピンチとし大したダメージを受けておりません。おっと原田ありましたね、だいぶ。そうですね、ああ、うん、やっぱり取ってますね。原
を出して、よく判定で初の王座を踏んで、2回には、ブラジル、ジョフレも頑張ります。返しました。そうですね、ミー、感じですね。でしょうか。ああ接近戦でも OK ということ。力がありませんでした。ボディをもらいます。その辺のところです。さあ一つロック詰めてほしいところ。ホールドしてるわけでもないんですから、はい、もう少しやらしても発行される。年齢的なものから来るその、反射神経の遅れていると指摘されたジョフレでありますが、とらず懸命にあらゆる力を振り込みの防衛なるか、込むような原田のパンチ、これが、はい、綺麗に入りました。敗れたジョフレの表情をご覧いただきたいと思います。